マリサー。マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。なんというか、ついに来たというか遅すぎたというか、早速解説していくんだぜ。なんかネットの中傷っていうけどだいぶ前からなかった。そうだな。この問題自体は結構前からあったんだが、今回芸能人の木村さんの死によって波紋が広がってるんだぜ。木村さんって誰？ふむ、木村花さんは本業はプロレスラー兼芸能活動って感じの人だな。え？なんで亡くなったの？今回まだ情報が錯綜しているのだが、亡くなる数日前に SNS でさようなら、今までありがとうや、愛されたい人生でしたなどと書き込んでることから。それって、ああ、自殺だな。なんで、何があったの？今回、そこで問題視されたのがズバリこれだ。SNS。なんで、SNS って Twitter とかインスタとかだよね？そうだ、今回この SNS で、かなり激しい誹謗中傷が長いことずっと続いていたんだぜ。どんなことが書かれていたの？そもそもなんでそんなに叩かれることになっちゃったの？今回、原因になったと言われているのは、テラスハウスという若者がシェアハウスをして、そのリアルさを映すことで数字を出していた番組なのだが、どうしても番組の都合上地上のもつれなどを台本なのか本気なのか。真偽はわからないが、まあ、感情が荒れるわけだ。そんな中でこの木村花さんの発言がきっかけだと言われてるんだぜ。でも誹謗中傷っていうほどなんだね。そうだな。今回の件は始まりは批判だったかもしれないが、度を超えた批判は脅迫となり犯罪となるわけだな。でもさ、これっていい加減に対策しないの？対策というよりは個人で全て対処するという形になるな。今回の件でテラハウス側では、脅迫状などが届いたりなど、社会の情勢を鑑みてなのか、番組制作の中止が決定したんだぜ。まあ当然だよね。だけど、今回はそれで収まらなかったんだ。え？どういうこと？今までは、うわ、なんかこいつ腹立つな。せや、こいつの悪口書き込んだろ。みたいな感じで終わっていたのだが、今回の木村さんの件で世論が動き出したのか、これに対して菅官房長官は記者会見で、総務省でも法整備を検討する方針で動いてることがわかってるんだぜ。え？でもこういう書き込みってバレないんじゃないの？いや、IP アドレスなどですぐにバレるぞ。また IP アドレスなんて誰でもわかるじゃないの。ふむ、今回実際に誹謗中傷をした場合に、法的手続きをされるとどんな風になるのか説明していくんだぜ。まず最初に被害者が、サイト管理者に IP の開示や書き込みの削除を請求するなどだな。え？削除されるの？内容と、その発言力などの大きさなど条件はまちまちだな。それでダメならどうなるの？サイト管理者が開示に応じない、場合はサイト管理者に仮処分の裁判手続きを行うことができて、裁判所が開示命令を出すと、IP が割れてプロバイダなども特定できるんだ。プロバイダって何ですか？お前、もうちょっとインターネットを調べろよ。正直 IP とかプロバイダとかサーバーとかよくわかんないよ。知らなくてもゲームできるし動画見れるし。確かにな。今回のプロバイダっていうのはまあ、au とかソフトバンクなどの通信会社ぐらいに思っておいてくれ。そして、裁判所の仮処分が通れば、弁護士を通してもう一度裁判所で損害賠償を請求する形だな。2回も裁判所を通さないといけないんだね。しかも、開示請求など通って終わるまでに1年以上かかることが多い上に、弁護士費用などを考えると普通の人じゃなかなか訴訟まで行くケースは、本当に稀なんだぜ。弁護士費用で何十万もかけるって考えたら、なんか自分が我慢すればいいやってなっちゃうもんね。そもそもなんでこんな事件が起きるようになっちゃったんだろうね。理由としてはやはり SNS を使ってる人がかなり多くなってきていて、今まではしなければよい、という考えだったのが今で破年齢問わずみんなしているせいで、どうしてももともといた悪質な人間の攻撃を誰でも受けてしまう、そんな状態になっているネットの問題だな。それと、
さらに弁護士の増加も、間接的にあるんじゃないかという説もあるんだぜ。え、どういうこと？今は昔と比べて弁護士の数が凄まじいぐらいに増えてきているんだ。え、なんで、弁護士が悪口書き込むの？そんなわけないだろう。数が減ったというより、明るみに出て、裁かれることが増えたって感じだな。どのぐらい増えたの？ざっくり言うと1999年には1よろず6000人だったのが、2018年には4万人を超えるという大増量っぷりなんだぜ。そんなに増えたらさすがにまずいんじゃないの？そうだな。なので現在では営業などをしないと年収200万円ぐらいの弁護士もいるぐらいなんだぜ。え、なんでそれで誹謗中傷の事件が増えるの？仕事がなくなった弁護士やこういった、SNS を専門にした弁護士が増えてるせいで訴訟率が上がったわけだな。なんというか本当に人のいるところに弁護士ありみたいな感じだね。でも、実際に弁護士などに依頼しても開示請求など含めたら1年かかるわけだな。それについて今回の木村さんの件で、総務省が開示請求などをもっと迅速にするなどの対策を検討しているんだぜ。なんというかなんでもっと早くしないんだろうね。基本的に何かが起こらないと動かないのが政府や警察だからな。ぐぬぬ。これについて蓮舫氏などが誹謗中傷などについて、ネットでの攻撃をやめようと言っているんだぜ。なんか蓮舫さんは仕分けの時と比べて今は二重国籍問題とか色々、叩かれる話題が多いよね。そうだな。だけど誹謗中傷というのは結構難しい問題でもあるんだぜ。え、悪口書いたらいけないっていうだけじゃないの？ふむ。例えばどこら辺が悪口でどこら辺が誹謗中傷になるのか、わかるか。そう言われたら、実際表現の自由や言論の自由など言われているが、その中でも批判と中傷の違いはまちまちなんじゃないかと思うんだぜ。でも、そう言われたらマスコミやテレビなんて悪口だらけじゃない？そうだな。もっと言えば国会なんて悪意のある野次ばかりだし。この問題っていうのは解決するのはかなり難しそうなんだぜ。ぐぬぬ。だけど、今回の問題で訴訟や、SNS の法的措置については少し解決すると嬉しいんだぜ。そうだね。ところですごい話変わるんだけどさ。なんだ急に。アベノマスクっていつ届くの？予定と比べて遅れてるんじゃないかな。なんかスーパーに買い物に行ったらさ、マスク一箱500円とかに戻ってたんだよね。そうだな。実際もうアベノマスクなくても大丈夫って人のために、福井の市民団体がポストを設置して回収して再配布してるんだぜ。え、それって大丈夫なの？まあ、事前事業だからな、特に咎められることもないのだろう。でもなんで供給が戻ったんだろうね。一つはやはり感染がピークと比べるとかなり収束しているからなんだろうな。なんか学校とかで集団感染起きたみたいな話が出てたけど、まだまだ油断はできないってことだな。そういえばマスクもだけど、10万円の給付金っていつもらえるの？当初は5月中旬には配られる予定だったらしいんだが、今回、オンライン申請が実質人力での仕分けになるなど、予定より大幅に遅れてる地域があるんだぜ。ぐぬぬ。給付金が来たらうまい棒たらふく食べようと思っていたのに。いや、もっとマシなもんに使えよ。そして、給付金についてついにこんな問題が出たんだ。どういうこと？今回、新型コロナの対策として配られるはずだった10万円なんだが、大阪府で993世帯の2196人に二重に振り込んでいたんだ。それってどうするの？やばくない？やばいな。一応今回の件について市長は謝罪をしているが、対応としては誤って振り込んだ分の返還を求めるみたいなんだぜ。うーん。正直一度10万円、もらっちゃったらもう返すなんて人はあんましいないんじゃないかな。そうだな。やはり一部だけしか返さないだろうな。一応市としてはオンライン郵送などで申請を受け付けて、入力漏れや重複が起きないように管理はしていたらしいのだが、25日の最終確認を、している時にすでに二重に振り込んだ後だったんだ。なんというか、人力の確認に限界があったと言った方がいいのか、市の役員がサボってたのか、突っ込みどころが悩むね。
特にまだ法的措置などは出てなくて、対象世帯に電話などで謝罪して返金手続きを依頼しているそうなんだぜ。これは、あれそうだね。そうだな。とまあ、今回はざっくり解説になってしまって申し訳ないのだが、ここら辺なんだぜ。なんか手抜きね。本当に申し訳ないんだぜ。そして最後まで見ていただき本当にありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで時事ネタを発信していきますので、もし、少しでもいいなとか、面白いなと思ったら、本当にしゃあねえなーぐらいの気持ちでいいので、高評価とチャンネル登録をしていただけると私がめっちゃ喜びます。それじゃあまた見てねー。